5月某日、雨の翌々日、気温が上がり気持ちの良い青空が広がった一日となりました。この日はとある観察フィールドに向かい、アリを観察することにしました。背の低い草が生い茂る、日当たりの良い草地。目的は、クロオアリの観察です。辺り一面に巣を広げるクロオアリたちの観察を堪能し、一部の巣穴から羽アリが姿を覗かせているのを確認した頃、草の葉の上を歩く体長4ミリほどの小さな女王アリに出会いました。今回の主役、アメイロアリの新女王です。まずはアメイロアリの生態について確認していきましょう。アメイロアリの生息地は北海道から本州、四国、九州、琉球列島の北部に至るまで広い範囲に分布するアリです。アメイロアリの巣は草地や林内の石の下や倒木内などから枯れ枝、朽ちたどんぐりの中に至るまで様々な場所で見られ、多くの地域では林床での採掘種の一つです。結婚飛行は4月下旬から5月、ちょうどクロオアリやムネアカオアリなどオオアリの仲間と同じ時期に結婚飛行を行います。コロニー形態は女王が1匹のみの単子性。図鑑などにはコロニーの規模は通常2、300匹程度になると記載がありますが、過去の飼育例では2000匹を超え、3年目で新女王が生まれたコロニーもありました。順調に成長してくれれば飼育も楽しいアリと言えそうです。ということで、我が家にやってきたアメイロアリの新女王。飼育巣を用意するまでの間、チューブと木ダボで作った簡易的な容器の中に湿らせた脱脂綿とともに入ってもらうことにしました。先ほど確認したように、アメイロアリが巣を作る場所は土の中や朽木、倒木の中など、飼育管理の際にはある程度湿度を保つことが必要不可欠と思われます。案の定、アメイロアリの新女王は脱脂綿のそばを最初の居場所に選びました。5月24日、採集の翌日です。アメイロアリの新女王は早くも産卵を始めていました。飼育環境に馴染んだ場合、多くのアリで飛行翌日から産卵を始める場合があります。またこのタイミングで女王には少量の蜜餌を与えています。またこの日のうちに、この女王のために製作していた飼育巣の準備が整ったため、この女王がいたチューブに接続したところ、アメイロアリの新女王は産卵をした卵とともに新しい飼育巣に移動してくれました。今回採用したのは疑似どんぐり石膏巣。湿度を保てる石膏巣であること、また小型種を想定した小さく薄い巣部屋が掘り込んであることが特徴の飼育巣です。製作方法や他のアリでの飼育例などの詳細は疑似どんぐり石膏巣の動画をご参考ください。5月25日、卵の数は5つ程度に増えました。飼育室内での居場所も定まっており、この環境にどうやら馴染んでくれたようです。5月28日、卵の数は10個程度に。6月5日、卵の数は20個程度になりました。新女王採集からは約2週間です。6月7日。さて、そろそろ幼虫は孵化していないでしょうか。よく見てみましたが、どうやらまだ幼虫は孵化していないようです。ちなみに、卵はさらに増え、30個を超えています。
さらに5日が経過した6月12日、新女王採集からは約3週間となります。見た限り、幼虫の姿はまだ確認できません。しかし、卵は増え続け、すでに40個を超えています。第一世代となるこれらの卵が孵化し、成虫になる頃には、ある程度立派なコロニーが姿を現しそうですね。現在我が家では、この新女王の他に4年目を迎えるアメイロアリのコロニーを飼育しています。アメイロアリのワーカーは、その名が示す通り、オレンジがかった色をしたキュートなワーカーです。焦げ茶色の女王から色の違うアメイロのワーカーが生まれてくるという点も、アメイロアリの飼育の面白いところです。今回の新女王のもとにも、早くこのアメイロのワーカーが生まれてほしいとは思いますが、これまでの3週間の経過を見ると、ワーカーが誕生するのはあと数週間先のことになりそうです。ということで今回は、一から育てるアメイロアリということで、アメイロアリ新女王採集から約3週間の様子をお届けしました。多くの地域で臨床での採集通種ということで、オレンジ色の可愛らしいワーカーを見かけたことがある方は多いのではないでしょうか。反面、女王は約4ミリと小さく、広大なフィールドの中で新女王を見つけることは簡単なことではありません。今回は幸運にも、クロオアリの観察中にアメイロアリの新女王を1匹得ることができました。このまま飼育を続け、コロニーが立ち上がる様子、コロニーが拡大していく様子などを観察していきたいなと思っています。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。